こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メトロポリタン美術館のコレクションの続きです。こちらはですね、ソファーのような椅子なのですが、セットの一部のようです。はい、セットの一部ですね。こちら、コーナーに置いてたんでしょうかどうなんでしょうか中央に置いてたんでしょうかわかりませんね。一部です。はい。これは 踊り子でしょうかねの像のように見えますね。はい。そうですね。ちょっと英語で書いてないんでわからないですね。はい。こちらは書斎机ですね。はい。で、こちらはですね、えー、パウダーを入れるための入れ物のようです。角を使って作ってあります。 はい、こちら英語ではないので分かりません。こちらも英語ではないので分かりません。はい。はい。で、こちらがですね、えー、メダルを入れる棚というか引き出しというか、まあ、金庫のようなものなんでしょうね。寝室とかに置いてたんでしょうか。はい。こちらはギターです。ギター弦の数が多い。 ですねはい12弦のギターですはいこちらはですねえー、っとえー、ええー、とですね変二調々が出るフルートしかも 組み立て式というやつですね。はい。こちら英語じゃないので分かりません。こちら英語じゃないので分かりません。こちら英語じゃないので分かりません。全部本ですね。はい。はい。こちらは、えー、いわゆる引き出し棚って感じですね。はい。アメリカのものになります。はい。こちら英語じゃないので分かりません。はい。こちらは タペストリーの部屋だそうでですす、はい、面白い作りですねタペストリーを前面に押し出した部屋作りですね。はい。はい、これはですね、あのー、コスチュームとして使っていた飾り用の鎧です。で、クラシックなスタイルを当時作ったと。つまり当時のスタイルではなくて、あくまで クラシックなスタイルとして当時作った、えー、飾り付け用の鎧になります。はいえー、これはクラビコードという、まあ、ピアノの一種なんですがピアノとはだいぶ違う音が出ますね。こ、はい、これれはは椅子ですこれは何 客もも並ぶタイプのものだと思いますはいこちらはマリー・エミリーという方の、えー、が犬と一緒に写った肖像画ですこれちょっと英語じゃないのでわかりません、はい、こちらは、えー、引き出し棚になりますこちらはあのー アメリカンスクールという、まあちょっと有名な絵ですね。プラットという方が描いたアメリカの絵です。ちょっと大きくして見てみましょうか。はい。はい、こんな感じです。非常に筆致が細かいですよね。写実的に描かれています。はい。皆さん、芸術家のようですね。はい。 こうやってアメリカでも芸術が発展していったわけですねはいでは閉じますはいでこちらは、えー、ティーポットですこちら英語じゃないのでわかりませんはいこちらはちょっとわある方とある方の像のよう に書いてあります、はいはい、こちらは女性の像になります。もしかしたら女王かもしれません。はいはい、でこちらはテーブルですね。アメリカのものになります。はい、こちらはですね、えー、木の端っこ。まあ 森の端っこですね。森の端っこですね。の絵になります。はい。こちらは、えー、ダイニングルームになります。はい。食事をするお,お部屋ですね。はい。はい。で、これは、えー、聖母マリアの。 何かを描いた絵になりますはいこちらはある方の肖像画ですでこちらはまあ物の入れ物ですねはいかみたいなふつきカゴみたいなそんな感じですねはいはいこちらはですね陶器でできたホルンですはい珍しいですねはい はい、でこちらはお祭りで、えー、登場した牛を描いた、えー、布地になります。こちら英語じゃないので分かりません、まあ本ですね、はい、カトリックのものだと思います。はいえー、こちらは狩りや、えー、釣りをしているシーンを、様子を描いた絵になります。 はい、こちらはですね、自画像のミニチュアになります。はい、こちらはポケットに入るような瓶になります。はい、工場で作られたもののようですね。なので大量生産していたのかもしれません。はい、こちらちょっと英語じゃないんですが、多分ホテルの様子を表したものだと思います。フランスのものもですね。はは、い、こちらは でですす、はい、持ち手がいいているカゴですはい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。